続きまして、関西大学、佐藤佳樹監督、石川海人キャプテンに来ていただきました。まずは、監督キャプテンの順に、本日の試合の総括をお願いいたします。はい、監督の佐藤です。今日振り返ってみて本当にこうビハインド15点差の中からこうさらに点差広がる中で自分たちのスタイル、関西スタイルのところで、また2週間準備してきたところをしっかり学生が再現して、またそれ以上のものを出してくれて本当に勝つことができて、チームにとって本当に大きな一勝だったと思っています。以上です。はい、石川です。まずは勝利したことに対して、嬉しく思うんですけれど、まだ自分たちは来週も再来週も共産、天理と強い相手が残っているので、しっかりそこに向けて修正していかない部分は今日の試合でも見つかったので、そこを修正して、次の次節に向けて取り組んでいきたいと思います。以上です。ありがとうございます。続きまして、記者の方の質問を受けたいと思います。質問のある方は挙手の上、会社名、名前、監督キャプテンどちらに質問かをお伝えください。はい、佐藤です。いや、佐藤さん、今の関大スタイルという話されたんですが、関大スタイルというのを分かりやすく教えていただけますか。まずはですね、このボールの争奪のブレイクダウンのところをしっかりと正しくですね、ファイトするといったところで、またそこから、ボルバダというところの検出のここの部分、また陣地ダッシュの部分、そこから自分たちのセットプレーですね、そこをしっかりこだわってやっていくと、これは関大スタイルですね。モールでも打たないことがあるんですか。そうですね、ちょっと今日は取れない部分があったんですけど、そこはちょっと相手のこうプレーとレフリーの相性といった部分はしっかり修正して確認して次に進んでいこうなと思います。ありがとうございました。他に質問がある方は挙手をお願いします。前半のところで点差がかなり開いて、で接点のところもかなり相手が前に出ていた印象があったんですけど、この体感的にこう逆転できるっていうメンタルのところ、ハーフタイムどんな感じだったんでしょうか。そうですね、ハーフタイムではまだ点差、15点差で、そこまで別に特別にその差が開いているという感じではなくて、ただその自分たちのミス、ストラテジーのミスから相手にボールを渡してしまって、相手にアタックさせてトライされているというのが原因で点差が開いていたので、そこを修正できれば後半、自分たちのリズム、流れに乗って、今日の展開にできるというふうに練習のときから意識してきたので、そこまで深く思ってなかったです、ハーフタイムというのは。そのストラテジーのミスは特に何が多かったんですか。そうですね、そのストラテジー動きの中でもやっぱ寄りであったりとか、その質のところ、やっぱキャリーで前で出てたり、しっかりコミュニケーションを密に取り合う、そこの部分がやっぱ完璧にできてなくて、相手の圧を受けてしまって自分たちのミスになっていたのかなと思います。監督の先ほどのそれ以上のものを持っているものをそれ以上の出せたというお話でしたけど、この代がそういうのをこの試合で出せたというのは、これまでの取り組みがもちろん良かったからと思いますけど、どんなところをやっぱりこう相手が足できている中で、僕たちが足動いてくる、でそれの中で自分たちの速攻部分をやっぱりこうしんどいプレッシャーの中だと思うんですけど、要所要所で出して、またその裏のスペースに関してもこう、ある程度分析する中でもこうしっかり外からのコミュニケーション、激しいチェイス、そういったものがやっぱりしんどい中で出せたというところが本当に予想を超えてきた部分かなと思います。相当走られた、体を大きくしないといけない部分もありますので、コンタクトフィットネスという部分を、道場なんですけど、そういったところでしっかり鍛えてきた部分も、うまくいっている様子かなと、今振り返ると思います。このでも神田スタイルやる上ではこの10番の先ほどの存在は相当大きいというか、重責な、ね、ポジションだと思いますけど、彼の評価、今日のそうですね、もう関西学院戦は逆に彼のせいで負けたと言ってもいいですし、逆にそこはやっぱ取り返す彼の力っていうのはすごく今日感じました。春は怪我でなかなかプレーできなかったので、本当にこうゲームタイムでまた彼がまた成長していくのかなと思っています。ありがとうございます。
してるんですけども、コンタクトフィットネスの道場でやってまあ、細かいどういった内容かというよりは、まあ、その短い時間でしっかり体をぶつけて、でそれを、継続的に、寝て起きてとかですね、相手の体をぶつけたりとかといったところを、強化してきました。それはタブの力を借りてとかじゃなくて、道場のスペースの場所を借りしてですけど、武道場ですか。はい、そうです。あれなのかな、なんかクッション、畳みたいな、そうですね、畳みたいな、ね、はい。普段は何とどこですか、ね、別人。いや、多分剣道、剣法、剣法ですか、ね。はい。ひたすら当たりまく、当たって倒れる。当たってファイトするっていうことですかね。はい、ちょっとその辺の。そうですね、まあ、当たりの部分に関しては、その今まではそのゲームの中で強度を上げて行ってた部分をそのコンタクトに絞って行っているので、まあ、コンタクト の, その1対1の部分に関しては、まあ、強度は上がっ去年よりはやっぱり力で取り組んできたので、まあ、上がっている部分が自分たちが感じています。まあ、今日の中でもしっかりブレイクダウン、特にブレイクダウンのところではしっかり相手よりも相手よりも一歩前に出ていくというのが積み重なって、まあ、後半自分たちのリズムになっていくような感じです。ちょっとしつこく聞きました、ね。はい、その科学的になんか分析したあれでトレーニングシステムを開発したのか、それとも他の競技とかからこう学んで、例えば近距離から当たる、強く当たるとか角度を変えるとか、なんかそういう辺は自分まあ、練習の中であまり今までその1対1で真正面で当たってっていう練習があまりなかったので、そこにその練習をすることによって当たり慣れする、その体のメンタル的に調子を取れるところ、はい、その効果もあると思います。肉体的にも強くなりますし、精神的にもやはりその一日のところで前に出れたら、やっぱラグビーコンタクトスポーツなんですよ、まあ、有利に立てる。多分相撲の立ち合いみたいな。あ、そうですね。あまり真正面に限ったコンタクトを1対1での練習もあります。一応体重、体格的に合わせる感じですか。そうですね、合わせ、まあ、基本的には体重別、まあ、ポジション別、体重別で。その中でお相撲さんとされたりとかっていうのは、まあ、特にそこは、まあ、意識してないんですけど、やはりそのまあ、相撲を意識するというよりは、まあ、戦う相手を意識して、やはり A リーグの強いところである京産店には外国人がいるので、その体でかい相手に対して低く強い姿勢で当たれるような練習を行っています。自分たちご自身の感想で言うとあれなんですけど、だいぶ、まあ、体作りも変わってくると思います。それをやると何か変わってきたなという。そうですね、まあ、タックル行く際にそのやっぱ迷いっていうのが、まあ、自分もですけど周り見てもやはりそこのマインドの部分が大きく変わっていると思います。そのブレイクダウンに行く時のスピードだったり頭を刺すことに対しての恐怖心というのは、まあ、以前よりも上がっていると思います。ちょっとごめんなさい、はい、今日の試合でも終盤に今チャージがあったりターンオーバーがあったりっていう部分で、はい、その辺は出てきてるかなって、まあ、そうですね、このスイッチ入れてる部分、こうキックゲームする中でもやっぱりチャージからプレッシャーから始まりますので、そこに関してもしっかりこだわってやってきた部分がいい意味で浸透して、ああいうゲームを変える、ゲームの流れを変えるプレーになったのかなと思いますので、まあ、そこは引き続き継続して学生たちは伝えていきたいなと思ってます。監督自身が足りないなと思ってたのか、ダッチの強さがあるとか弱さがあるとか。そうですね、やっぱりこうチーム全体としてこうできることできないこの差がやっぱり ありますので、チーム底上げという部分でもこうそういうコンタクトの練習とかですね、そのコンタクトフィットネス部分というところはもう今年は継続して春からやっていく部分かなと思います。
春からやってきました。怪我のリスクと結構思っているからそうですね、まあ、あの近い距離でやってる部分もありますので、まあ、そこを最大限考慮しながら、はい、それでも怪我に出ますけど、はい、大怪我に大怪我になるこれ接触かどうかな、はい、お二人に質問です。キャプテンにはキックチャージがないので、ああ、これ決めて出すというか、狙う時点でロスタイム4分とか流れてたと思うんですけど、その最後1本取るためにどういう連携を高めていったかをまずお伺いします。そうですね、まず、まあ、そのトライ取った後にその全員が喜んだんですけど、その喜びを後にしてまだ試合終わってないんで、残り1点差あったんで、次することをまず考える、しっかり自分たちのキックオフをキープして陣地ダッシュでラインアウトからスタートする、自分たちのディフェンス、自分たちのガッシュ動いてたんでディフェンスに自信があって、そのディフェンス選択しようっていうふうには話しました。その中でやっぱ全員で結束して横とつながって、自分たちの方が今流れ来てると、自分たち最後で勝つと、残り4分しっかりこの1点差、ペナルティーならばショットの選択、そして、まあ、サイドであればそのモール、自分たちの積みあるモールでトライ取って今日勝って帰ろうというふうに話しました。だから監督にはその最後1本取り切った場面を改めてどう評価されているか、あの特にモールに取り切れなかったと言ってましたけど、はいね、最終的にはその、はい、押し込み続けてフォワードで取られているんだと思います。そこに関しては去年実はですね、あそこで逆に内がペナルティして5点差で負けてるんですよ。そこをやっぱり逆に蘇ってしまうコーチから部分もあるんですけども、しっかりそこからフォワードコーチの山形というのがいるんですけども、しっかりこう反則取られないようにしっかり、システムもう一度確認して今年臨んできたの でまた相手のスペースしっかり判断して逆サイドを取ったと思うんですけども、まあ、そういったところもしっかり今年込めてるたのかなと思います。聞き間違いじゃなければ最後決めたのが無理です。1年生の選手、大きな中でも数少ない枠の下級生の選手だと思うんですけど、そういう選手が最後決めたことについてるか。森下に関しては本当に2月からチームに帯同してくれてですね、スクラムを強化する上で相手の選手こういうのが来てくれて、それが最後ああいう形で祈って、本当に見てて嬉しく思いました。キャプテン雑なんですけど、ロスタイム4分で切られたときどう思いますか？いや、まあ、自分の中ではあまり気にならなかったです。長いな、短いな、なんとも思わずにその時間を聞いて、あ、じゃあ次こうしないといけないなっていう。あまりチャンスはそれだけあれば、もう自分たちで勝つためにやっぱ準備してきたことが、その後半見合って力相手を追い詰めてて、やっぱ雰囲気もこちらだったんで、もうこれも取れるとしか思ってなかったので、特にそこに関しては何も特別には思わなかった。